CM 行ってから始めよう。はい、CM お願いします。ドルチェ&デラックス始まるよ。始まります。はい、始まりましたね、本当に、ね、はい、今日は元気よくやってもらわなきゃ困ります。はい、はい、頑張ります。台風も吹き飛ばすぐらい、はい、いや本当に雨やばいですから、ね、雨やばかったですね。告知だけしておきます。はい、はい、ドルチェ&デラックス見たという人は初回2時間1000円です。おい、安い。どんな外の人に言われてもこれが安いです。一応ああそうですね、はい、この値段は聞いたことない。結構人はつくんで、うん、今日台風なんで、はい、来てください。本当に安いよ。お願いします。はい、ぜひお願いします。じゃあ、ね、自己紹介いっとこう。はい、はい、はじめまして。あ、はじめしようの。ああそうですね、名前変わってって。まあ、そうなんですよ。僕前ジンっていう名前でやったんですけど、名前変わって矢上シオになりました。ほんでまだこれ3回目だから多分知らない人も多いと思うんですけど、まあ、ここで覚えてもらえたら嬉しいなって思うんで、ぜひよろしくお願いします。うぇい。そしてはじめまして、ホスト2週間目の大輝です。おい、よろしくお願いします。うぇい。面白いこと言えないっすよ。大輝新人だ。新人、新人です。2週間目です。2週間。え、シオンどれぐらいやったっけ。もう僕今6ヶ月目とか、ね、6ヶ月目でどうよ。半年くらいで、いやでもまあでも大体もう慣れてきた。あとまあ人に慣れてきたので、もうそれが、うん、いいですよね。やっぱりやっぱドルチェ人がいいんで本当続きますね。ベテランが多いしね。はい、そうで2週間はどうよ。いやもう全然何もわかあ、でもちょっとテーブルマナーとか覚えましたね。やっぱさすがにお酒強いんやったっけ。結構強いです。はい、飲みます。あ、それはいい、頼もしい。前言ったけどな。前マサヤさんは知ってます、はい、ああそうなんだ、はい、めちゃくちゃになったけど。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃなっちゃった。でも噂には聞いてるけど、はい、楽しくやってますね。楽しく、はい、そう、2週間か。はい、2週間2週間じゃまだ全然わかんない。そうですね。ほら、マサヤさん優しいって入ってきた俺。いや、マサヤさんすごく優しいって。嘘、嘘ついたけど。あっつ、初見めっちゃ怖かったっすけどね、マサヤさん。まあ確かに見た目は怖くて、最初めちゃくちゃ怖かった。ほんま、俺めっちゃ全然言われんで。いや、優しい。でも、いや、話したらめっちゃ優しくてびっくりした。そう、今日は白やから。見た目一番怖い。そう、見た目坊主やからな。でも、そうやね、びっくりしちゃった。あれですよね、誕生日も終わり。はい、ね、初めての誕生日はどうやったの。もう、見て、イベントすごいですね。そうだ、どうだった。もう、ザ・ホストって感じですよね。もうホストクラブって感じですよね。売れてる人のバスやったんですね。何、ね、どう、どう、もうなんていうの、ホストに入ろうっていうきっかけは何やった。ああ、それは聞きたい。俺は前の仕事が職人やったんですけど、うん、そこ、まあ親父とやってたんですけど、そこで、まあ、喧嘩しまして。おお、うん、それでもう辞めるっつって辞めて、なんか稼げるのないかってことで。まあいろいろと、はい、いろいろとありました。職人さんはあれやもんね、はい、日が短いからね。そう、で、稼げる仕事がないかと。ないかと。ということで、ホスト。ホストで稼げる。稼げるということです。はい、はい、そう、ホストはね、ほんと自分次第やから。いや、ほんとに。そう、すごい思いますよ。すげえ。売れるときドカ売れるから。頑張ります。売れるよ。はい、売れます。全然。はい、そうですよ。頑張る、一緒に。頑張りましょう、一緒に。シオンは、はい、初めての時はどういう感じで入った。きっかけってことですか。うん、
あ、僕はもうこの業界に興味が興味もともと何しとったんやったっけ。もともと大学生で。ああそうか。 で就職も決めてたんですけど、うん、まあまだまだというかちょっとホストってものが気になったんで自分でやってみようかなと思って。いや周りの人の意見だと分かんないじゃないですか、やってみると、うんうんうん、と思って自分でやってみて、もう今全然後悔ないですね。え、今何歳やったっけ。僕23です。俺が24です。あ、今年 23？ もう今年23。あ、そうか、誕生日だったもんな。そうですそうです。はい、大卒でそのままホストやってそうなんだよね、本当に、うん、結構今でもやりたいっていう人多いからね、うん、ホスト。いや、ホストがですか。そうなんですか。うん、多いですね。そう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 、俺も同業とか行くけど大学卒業してもすぐ来たんですこの世界にって言っとった。おお、そう、俺は大学なんか考えんかったもん。ホントに速攻ホストやったわ。速攻、初めて騙されたかと思ったけどそう、いや深夜営業やったし、はいはいはい、そう、大学はちゃんと卒業したんだ。いや卒業したよ、もちろん。何を専攻しとったん。あ、なんかビジネスマーケティングみたいな、経済とかですね、結構。ほんで、その、うん、はい、そういうのも会社に行きたかった。あ、そういう会社に、はい、もう就活もしてて決まってたんですけど。それを掘って掘って、いやちょっとホスやってやろうと思って親、びっくりしてるやろ親には言えてないです。言えてないんですか。だからこれ見られてたら、めちゃくちゃこれ見られてた。いや、見てないよ親、はい、そう。でもなら、帰ったりしたらどう、なんていうの。あ、僕、あの帰るときは黒髪にしてもう落ち着いた感じで帰るんで。ほんで、頑張ってんのみたいな、頑張ってるよ、あ、頑張ってるよって言っていつかバレるやろな。そういうもんですかね。うん、多分。でもそうですね、なんかあんまり、まあ、言わなくてもいいかなと思って、うん、絶対バレる。まあそうだね、まあ、バレます、ね、それはやばい。めちゃくちゃ売れた時に言ったら、ね、かっこいいですね、そしたらもうそう、ちょっと隠しとってんけどっつって、はいはいはい、まあでも今じゃないかなと思って言う。うん、え、職場聞かれるやろ。でもああ、聞かれます聞かれます。あ、なんて言うの。あ、でもあの、僕内定書あるんで、一応でもそれを見せてなんとか納得させるんですよ。はい、それは。でもそこに電話されたら、あ、電話されたらそうですね。なかなか電話って、うん、そうですね、まあ、そうやね、はいはい、既得で何かあったりした時とかだけや。はい、そうか、はい、ほんで、言ってる。言ってないです、俺も。そうや、まだ親は知らないです。親喧嘩したんだね。はい、そうですね。え、もうだから喧嘩してからもう音信不通というか、何も連絡を取ってないです。うわ、まあ親やからな、はい、そうなんや。はい、全然取ってないです。なんか連絡くらい取ればいいのね。いやー、そういうのもう結構バチバチに喧嘩しちゃったんで、もう俺からは言いたくないっていうか。ああ、もうまあそうですね。まあでも今は若いからね、そう、稼いで親孝行しようや。そうだよ、その通り。本当にそう、いや、そう、稼いでからいい、ね、そうですね。そうだ、はい、それがベスト。俺もそれがベスト、それがベストやわ。いや、本当にね、産んでくれた親やから。稼ぎましょう。この業、そう、そうですよね、この業界、そうやで。そうですよね。もっと夢あるやん、20代なんて。本当に本当、まずはまだ親子ご健在、ご健在ご健在なんだ。だいぶ年やけどえ、でも会うんですか、親とは。あんま会ってないね。あ、そうなんですか。うん、もう38やしね。あ、そう、うん、なんていうの、今日緊張した、出る時します。今でもしてますけど。そんな喋らんもんな、いつもみたいに。喋ってええねんで、はい、何喋る。緊張してるの。緊張してますよ。いや、するよね。しますよ。普通のお酒飲みながら飲んどいと思うから。このテレビも4年目ぐらいだ。そうだから、ちょっとね、これからちょっと企画もめっちゃ考えていくから、また出てくださいよ。はい、出ます。そう、ここめっちゃ続いてるね、これ。見て、飲みながら見てますって。いや、嬉しい。毎週見てくれてるんだ。そう、結構ね、でも出よったら、はい、道歩いとったら、うわ、デラックスの人やとか言われるようになる。あ、本当ですか。うん、俺もいいっすね、それ。デラックスの人とか、いや、言われたいわ。言いたいですね。いや、一回言われたことないもん。なんか前、なんかタクシー乗って、うん、降りてきた子が、はい、うわ、デラックスのハゲの人やんって言われた。マジですか。ハゲの人、有名、有名人。名前言えよ、思って。有名人。そう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 、マサヤデラックス、マサヤデラックス、マサヤデラックス、なんなって。たまに藤崎デラックスやってるから。あ、そう、今度藤崎デラックスやろうかな。あ、はい、そう、なんかやりたいんとかないん。何かこれやってほしいっていう企画みたいな。あ、ここでですか、企画。あ、難しいな。
ロケとかはないんすか？ロケいいよ。ロケいいっすよね。ロケ良さそうっすよね。ロケいい。ロケ何のロケがいい？あー、なんだろう、視聴者さんも、はい、何のロケがいいか、ちょっと、あー、確かに。お願いします。あー、そうですね。ロケどんなのがしたい？どんなのが見たいのかな。何、ご飯とか。あー、ご飯いいっすよね。まず東京知らないんで、この辺お前やっぱ知らないんで。え、生まれどこやったっけ？僕、長野なんで。あ、長野か。そうそうそう、長野から、はい、いきなりここやった。長野から、まあ大学山梨行って、うん、で、その後もうそうですね、歌舞伎町いきなり来た、はい、いきなりホストっていう。これ東京やろ？これ埼玉です。まあ埼玉に遊びに来るやろ、こっち。行きます、行きます。でも歌舞伎町はやっぱ来ないですね、遊びには。あ、そうなの。そうですね。歌舞伎町、え、でも来たことあるやろ？あ、来たことあります。あ、仕事でも何回か来てたんで。あ、そうか、そうか、言うとったな。はいはい。あ、そうや、そうや。そうそうそう、職人から、でも職人からね、そういう店を作ってる人で、はい、とかでホストになる人多いね。俺は知り合い結構、職人。そう、バーの内装してて、はいはい、ホストになったっつって、はい、ナンバーワンになった人おるよ。そう、うん、すごい。そうですよ。ヤンキー上がりですね。ヤンキー上がりの人多いよ。美容師とバーテンと職人多い。そう、職人多いなんてなんか意外っすね、俺は。え、職人多いよ。多いんすか？あ、スポーツテストしようやって。今度する？スポーツテスト、なんかやったんですか？うん、元気とかやらした。へぇ、スポーツテスト。そう、どこ？面白そう。大久保公園で。大久保公園でやったんですか？やったやった。早食いと、そう、食った後に走るっていう。いや、面白そう。面白そうですね。知らなかった。やりましょう。どうやって借りる？いや、俺普通に言ったら借り、貸してくれるよ。そう、時間制やけど。あ、そう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 。へぇ、誰でも借りる。え、大輝は誕生日いつなん？はい、俺7月22です。あ、じゃあちょうど終わった時に入ってた。そうですね、はい。じゃあ来年や。はい、来年。来年、見とくわ。お、見といてください。パワーアップはやって。いやなんかもうすごい、うん、なんかあるん、ね、こういうのやりたいっていう。いや、タワーはもう目標っつうか、もう憧れですね、やっぱ。まあ、ホストね。そうそうですね。どんなホストになりたい？どんなホストになりたい？もう思いっきり売れたいっすね。売れたい。見た目とか。見た目。まあ、そうっすね。どんなホスト、どんなホストって。だから、こういう感じになりたいよみたいな、今風な感じとか。まあ、髪は短くちょっといきたいっすよね。そんな俺のイメージのホストはもうなんか、まあそうだよね、こういう感じなんで。まあ、それはちょっとあれっすよね。じゃあ、あんまホストっぽくない見た目。まあ、そうそうですね。じゃあ、俺やな。ホストっぽくない。ホストっぽくないですね。俺、塩はどんなホストになりたい？あ、僕もう、なんだろうな、6ヶ月働いて、はい、どんなのがいいかな。でも、すごいそれ最近悩むになっちゃって、うん、自分がどういうのになろうか、はい、どういうのになろうかと思って。でも、流行りは取っていきたいな。何、今なんか長い T シャツに、はい、こういうあんな感じ、はいはい、になりたい。なりたいっすよね。ほんで、色はあのなんやったらセグウェイかなんかやろ。ああ、じゃあセグウェイ。あ、そうなんですよ。あれすげえ興味あって、あれで移動したいっすもんね。セグウェイ。お前酔っ払ったら運転できんやないか。まあ、できない。で、酒酔っ払うしな。そう、うん、酒強いんかな、しよう。いや、俺は弱いっすよ、多分。で、自分の限界が分かんないんで。弱いって、どうなったら弱いんですかね。もう、いや、もうベロベロになったら弱い。ベロベロになったら弱いですかね。もう、俺弱いよ。すぐ記憶飛ぶし。寝ちゃう人とかいるじゃないですか。うん、あれも弱い。あれは、じゃあ寝る人は、もうあれやねん。あれなんていうの、記憶喪失やねんね、あれ。ああ、まあ、そう、ね。そう。あれ、酔っ払って寝とんじゃないねんよ。あ、じゃないんですよね。そう。もう、なんていうの、倒れることなんていうんだっけ。気絶ですね。気絶ですね。気絶やねんね、はい、そう、気絶。だから寝てるわけじゃないねん、マジで気絶やから。あ、あれ気絶なんですね。そう、だから俺気絶してる。そうですね、俺がよく気絶するやつや。なんか俺めっちゃ気絶するから。めっちゃ気絶。そうですよ。怖いですね。だからね、気絶する前に来てもらおう、今日。台風やし。はいはい。そうすごかったよね、今日風。すごい、すごい、すごい。やばない。やばい。今日と明日やろ。あ、そうですね。でもこれから広いですよね、多分。今日の。でも夜中になんか、そうって言っちゃう。やばいよ、この後、本当に。そう、だから歌舞伎町がやばいよ。
歌舞伎も人いなくなっちゃう。そうだからここを見とる人は二人に会いに来てあげて。じゃあお願いします。本当にほんで LINE をください。あ、はい、LINE をお願いします。本当に欲しい、本当に欲しいです。はい、じゃあ後半また喋りましょうか。はい、はい、じゃあ CM お願いします、はい。なるほど、さすがじいさん。いや、違うな、お前は顔が悪いんだ。お前はうるせえ。めっちゃ来てるやん。翔さんいいっすね。イケメンやなとか。嬉しい、本当に。俺も入れてくれや。翔さんカメラアップ。いやいや結構です。俺も入れてくれや、イケメンですねとか。俺も欲しいっすわ。そうやで、これ何回か言うてたら、あれニコ生のスタッフさんが入れてくれるから。入れてくれる、あ、入れてくれるんですね、スタッフ。俺も欲しい、俺も欲しいです。大体この辺、多分それ。これあー、分かんないんですね、じゃあ。そうです、そうです。そうでもね、長くやってればいいことあるよ、はい、絶対。まだ緊張してるね。緊張して、全然緊張してます。何回か出て、もう緊張ないやろ。いや、まあ緊張もないですけど。そうですね、まだ。でもだいぶ変わったもんね、服装も。ああ、まあよく言われますね、うん、よくなったって言われるやろ。いやいや、言われます言われます。そう、なんか刺激は受けますよね、やっぱこの業界。うん、これは全然変わらんけど。全然変わらないですか。うん、もうずっとずっとこのまま自分を貫いてる。自分を貫いてる感じ。そうだね。それはそれでいいですよね。今もう分からんもん、何が流行ったのか。ああ、まあ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 。そう、はい、やっぱりスーツの方が好きな。あ、僕スーツが好きですね。そうなんや、はい、やっぱ歌舞伎にいるとスーツがいいなと思います。あ、みんなあれやら私服っぽいからね。ああ、そうですね、はい、スーツ絶対似合うやん。これ似合います。俺全然着たことなかったんですけど、やっぱシャツにね、はい、ネクタイがええで。やっぱネクタイがええ。スーツ絶対イケメンやんね。いいと思うよ、やってほら。お、いいと思う。あ、やっぱスーツっていいんだね。そうだって、私服はなんか好き嫌いがあるけど、スーツやったら分からへん。そうだ、確かに、うんうんうん、ほら、どんだけ私服センスなくてもスーツ着ればなんとかなる。あ、スーツはバレない。そう、なるほど。スーツ最強だな。そうやで、いいな。私服の時は怖いけど。そう、そう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 。今欲しいものは なんかないの。僕ですか。僕今、服ですよね。俺も。いや、なんで服、服でもなんでもいい。あ、もう僕でも服が欲しいです。服が欲しい。家とか車とかでもいいねんで。ああ、いやー、でもあんま車とかも東京だから考えないかな。もう本当に服が好きで、俺本当に服が欲しい。もう服欲しいです。もうこれからコート欲しいですね。コートがこれから欲しい。ほんで何が欲しい。俺も時計が欲しいですね。俺は時計どこ。なんだろう、キラキラ。キラのちょっとスーツに合うような、キラキラの。キラキラ、あー、もう、ね、やっぱギラギラがいいんですかね。あー、ギラギラ。俺ギラギラ。キラキラの欲しい。いいと思いますけどね。ダイヤの。ダイヤの。だからあれ若い人だけですかね。そうですよね。みんないますもんね。そう。大気時計館をやろうか。本当ですか。あ、そう、それからでも。ロケで。いや、いや、すげえ怖くなってきました。高いのはまだあれやから。ちょっと G ショックぐらいにしといて。G ショックはダメだよ。ガガミラとか。すげえ怖くなってきた。すげえ。ほら、ロケ一つ決まったじゃん。そう、決まったじゃん。スーツに G ショックはダメだよ。まあ、確かに。いやいや。
ディーゼルからガガミラノの間ぐらい。ああ、なるほどなるほど。ね、やっちゃいますね。やろう。給料日。ちょっとロフルローンですよこれは。あ、初給料で。初給料で。買える。それディーゼルなんかあのローン全然もやる。あ、まあそうですねそうですね。だからその間でね、はい、オメガとか。はい、ああ、なるほど。そう。それやろうよ。じゃあ前置きなしで来てくださいね俺。あ、いやいや、分かってる分かってる。ちょっと飯食いを。いやいや、じゃあちょっと酒飲まして行った時にやらす。なるほどなるほど。ちょっと酔わせた感じが面白そうですね。すげえ怖い。いやいや、行くかもしれんからな。あ、俺が逆に来られる。そうそうそう、もう逆に来られる。うん、めっちゃ高い服とか買わせるかもしれない。お前服ってな、本当に欲しいならいいですけどね。本当に欲しいやつだ。いや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 、それは俺らが選ばれる。あ、選ぶんだ。うわ、そうやで。そう、あのやろう。あ、優しいです。もうオメガ結構高くないってきてますよ。ほら、ええやん。顔顔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 ロケしようや。はい、よしよし、ロケをしましょう。やろうやろう。はい、やりましょう。ね、はい、俺は買わんけど。買わないですか。買わないですか。いやいや、あ、そうそうそう、俺たちが買うのを見て。でもよくやってるけどね、はい、他の店とかカラオケロケですか。うん、うーん、なんぼやったっけな、めっちゃ高いん買っとったで。本当ですか。うるさいわ。まずはウィッグを買うって。ウィッグウィッグいらないものを買おう。ラブドールラブドールラブドール欲しいけど。あ、欲しい。今ラブドールって言ってバカにしたらあかんだよ。あれ70万とかすんだよね。そんなにするんですか。もうなんかすごいらしいよ。へえ。あのラブドールを愛しやまない人とか、俺愛好家。ああ、はい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 。そう。へえ、そんな高いんだ。そう、ほら見て、ラブドールすごいよね。クオリティ高すぎて。へえ、そうなんだ。そうだね、ラブドールすごいのよ。へえ、全然欲しないやろ。まとめちゃった。え、何、実家は今年は帰るの。帰りたいですね。帰りたいですけど全然帰ってない。いや、でも帰りましたよ。ゴールデンウィークでしたっけ。うん、なんかね、ちょっと変わったねとか言わないかった。ああ、まあ言われましたけど、はい、まあ東京行って刺激受けてるよ的な感じ。東京におるの知ってる。ああ、そうですそうです。就職東京でもう内定もそっちでもらってて。あ、そうなん。だから東京に就職するよっては知ってる。うわ、ほんで帰らへんだよ。俺は帰んないです。もう売れるまで帰んないです。いや、本当に本当に売れるまで。1月1日ぐらいは帰らな。多分帰んないですね。ほんま。はい、1月帰ってんの。え、でも山梨とか帰ったらさ、はい、長野やったっけ。あ、はい、もうこっち来たくなくなるやろ。あ、まあそうですね。やっぱたまに、うん、確かに。なんか長野いいなと思いますね。長野何時間ぐらいの、ここから。ここからでも2時間半とかで着くんで。あれだって体育の授業とかスキーとかあるやろ。ああ、そうですそうですそうです。へえ。普通に山な、山ある。そうだって、スキーで行き帰りしてる。ああ、そう、全然います。ホントっすか。ホンマにホンマに。ホントに雪すごいから。いや、ホントに。帰りはリフトっすか。じゃあ帰りリフトというか、じゃあ帰りもスキーで帰れるから。へえ。山の上に学校ある。すげえ。それを下るんで。そう、あ、東京に長くいると地元の自然が恋しくなる。いや、ホントにそれはもう。でも帰りリフトっていう山頂。めっちゃ田舎だ。めっちゃ田舎っす。あ、長野の中でも田舎です。そうなん。もうすごいところです、本当に。お前じゃあうまいんちゃうん、スキー。まあ得意でしたよ、得意でした。もう全然やってないんですけど。はい、よくやった。田舎だ。俺田舎です。俺は授業でスケートがありました。なんなんスケートって。山奥にスケート場があるんですけど。おお、そこでスケートです。あ、高校も。いや、小学校までですけど。あ、スケートがありました。え、高校の時とかで、ね、プールあった。プールありましたよ。俺はなかった。プールないんですか。 あってんけど、山奥すぎて、はい、泳げんかった。山奥すぎて泳げん。どういうそんなことあります。上やから。あ、なんかなくなってん、プールが。だったら水泳部がなかった俺ら。あ、そうなんですね。そう、いや初めて聞いた。そうやね。そんなとこあんの。そうで、でも長野とかないんかと思ってた。長野の若者たちはどこで遊ぶのやって。長野、いやー、遊ぶとこないんだよな、本当に。ボーリングとかでしたよね、本当に。デパート。あー、デパート、パルコとかですか、でかいのだと。パルコが一番でかい。あー、でかいです、でかいです。パルコ一番でかいです。みんな若いの集まる。え、ほんで、服もパルコで買う。あー、買ってましたよ。大学からもさすがにやばいと思って。パルコおしゃれやん。イオンモールですかね、イオンモール。あー、イオンモールあったらいいですね。イオンモールあった。ないです。なんもないです、俺のとこは。え、川で、どこやったっけ。俺、埼玉の土地川ってとこなんですけど。埼玉って田舎なの。田舎のイメージだけどな。高井子さんが
かと誰かも埼玉や、そうそうそう、なんかあげようかなんかや、そうなんや、埼玉田舎なんや。俺めちゃく俺埼玉とか川崎とかってもう東京のイメージ、全部ひっくるめて東京って。あ結構田舎です俺のとこは。あそうなんや、はい、そうなんや。でも埼玉から見てる人もおるからね、はい、おね、埼玉は飲み屋とかあるの？飲み屋はちょいちょいありますね。あ、ちょい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 、大宮、大宮や。大宮とかそうですね。そうそうそう、大宮とか、そう、そう、大宮とか飲みに行ったことある？大宮あります。大宮よく行ってました、バーとか、バー、そうですね、そうですね、バーいっぱいありますね。行きたいな俺、あんまり地方行ったことないからさ。あ、地方ないの？川崎とかはあるけど、はいはい、他あんまりないね。長野とか山梨とかないですか？長野ない。ないですか？長野面白いんやろ。まあ、でもどこ案内しようかって感じだけどな。他どこ行ったか、福岡は面白いわ。あ、福岡は良さそうですね。そう、九州はいい。あと北海道も面白い。そう、北海道も本当に田舎ってイメージですけどね。栄東とかはもうそれは鈴木のとかや。ああ、はいはい、そうそうそう。でもマジで福岡マジ最強やって。マジマンジ。横浜もいいで。あ、横浜いいっすよ。そう、横浜いい。俺横浜住みたい。あー、でもみんないますよね、うん、なんか東京じゃなくて横浜がいい。何、どんなとこに住みたいとかないん？あ、僕ですか？いや、僕東京に住みたいと思って東京に来たんですけど。いや、部屋。あ、部屋ですか？いや、なんかもう高いビルというか、あ、マンション。マンションやっぱ憧れますけど。田舎いや、田舎はそうですよ、でも、そういうのを夢見て。長野は、はい、タワマンじゃなくてもタワマンやろ。タワマン安いし。そうです。家賃クソ安いやろ。クソ安いですよ。全然2万いくらとかありますからね。2L とかでも3万とかやろ。あ、そうです、そうです。3万5000円くらいですよ。安いな。僕9畳で3万だったんで、9畳の家の。めっちゃええよ。はい、めっちゃ良かったですよ。え、埼玉も安い？埼玉も安いですね。でもまあでも5、6万とかですよ、やっぱ。もう埼玉でもええな。うわ、あと1本です。うわ、早い。もう終わっちゃうんだ。これからも何回も出てもらおうと思いますけど、お願いします。はい、まあね、LINE が入ってくることを祈っとこう。はい、お願いします。いや、本当に今日ほんまに来るかもしれんからね。はい、いや、本当に来てほしい。結構入る人は入るから。すぐ返します。そう、ちょっとアピールだけしとき。じゃあシモンから。いやー、本当になんかいろんないいコメントがたくさんあったけど、本当に会いに来てほしいな。本当にもうそれだけです。それだけ。はい、よろしくね、本当に皆さん。オッケー。うん。俺も LINE いっぱい送ってください。よろしくお願いします。お願いします。俺もお願いします。はい。ほんで23日ドルチェで明日ですね。いい。と29がハロウィンイベントなんで。あ、そうだ、ハロウィン。今仮装してね。はい。まだ言われへんけども。はい。仮装の写真も撮っとくんで。はい。みんなユイ様に LINE やって。そう、LINE ください。はい。僕それでは。はい。来週お願いします。また。じゃあねー。